2023明治安田生命 J1 リーグ第17節セレッソ大阪対ヴィッセル神戸の一戦です。セレッソのホーム淀港さくらスタジアムは前売り完売、素晴らしい雰囲気に包まれています。 VAR は笠原博樹、アシスタント VAR は中井俊人となっているんですが、現在機材の故障ということで VAR 今日は適用しないというアナウンスが先ほど入りました。さあまずはセレッソ大阪のスタートと予想フォーメーションです。ご覧のようなメンバー 4-4-2 というフォーメーションを予想しました。片野坂さん、ポイントはいかがでしょうか。はい、そうですね、まずこのカピー・シャーバー選手とクルクス選手がまた同時に出てサイドのところでどういった機能をするかというところと攻守に、まあ、セレッソは本当にチーム力で あるチームなので、まあ、神戸に対してどういう形でスタートから入るかなと見たいですね。一方神戸のスタートと予想フォーメーションです。ご覧のようになっているんですが、練習を見ますと山口蛍アンカー、斉藤美月インサイドハーフの可能性もありそうでしたね。そうですね、ちょっとウォーミングアップを見てるとポジションが変わってて、で斉藤選手が少し前目かなっていうところで、振動からカピシャーはいいボールが伸びていきます。残しました。仕掛けて左足のクロス、香川のヘッド、前川素晴らしいですね。好セーブを見せました。よく触りましたね。そうですね、このカピシャーバ選手を抜き切らずに上げて、で香川選手が2列目から本当にコントロールのヘディングで素晴らしいシュートだったんですけどね。トゥーレ、今度はユルキターゲットか。足元にコントロール、いいコントロール、得意のドリブル、切り裂いて切り裂いて大迫に出した、浮かせてこぼれ球、山口蛍大迫に出た、グラウンダーのボール、ここはカット、まだあります。初瀬から斉藤美月、香川がついてシュート、ヤンハンミンキャッチ、分厚い攻撃でしたね。そうですね、神戸も、はい。そして改めまして VAR は後半から適用されるそうです。 VAR は運用されていますとスーパーインポーズが入りました。そうですね、左サイドで取った瞬間で相手の来たしっかりとかわして敵陣に入ったんですけどね、はい、クロスでやっぱり香川選手のところ少しフリーになりますね。そうですね、はい、船木のヘッド、ジョルディ・クルークスのヘッド、先制点はセレッソ、セレッソに来て初のゴールは関西対決の先制点。まあ、スローインからですけど、はい、まあ、船木選手このクロスもいいボール入りましたし、まあ、この入った瞬間に背中のところですね、初瀬選手の前、まあ、前半も香川選手のヘディングがありましたけど、まあ、こういうやっぱり空いてるスペースというところをうまく使うのはセレッソ上手ですね。そうですね、はい、さあ一方1点を追う展開になったのが神戸ですね。そうですね、得点を取らないといけなくなったので、まあ、どういうふうにこう吉田監督が采配するかですね、はい、おそらくプランはあると思うので、ええ、まあ、佐々木大樹選手入れて武藤、うん、折り返した、うん、フリーになった山口蛍だ、電光石火の同点劇、いや素晴らしいですね、なんという神戸の強さ、あっという間に同点にしました。はい、もう得点って入った後って本当に気をつけなきゃいけないんですけど、はい、いや、この持ち出し、武藤選手の持ち出し素晴らしいですね、まあ、大迫選手スルーした中で、まあ、もうこれで 2,3 人置いていってますし、まあ、左の山口選手左側にもユルキ選手がフリーでしたからね、はい、きつい中でもクオリティを発揮できますし得点につなげてますからね、はい、怖い選手です、そして佐々木がボールを奪い取ってユルキ、うん、クロスを上げて武藤、こぼれ球、酒井豪徳、折り返して大迫、さらに武藤が狙っている、ゆるきの右足、ここでシュート、ゴールキーパーヤンハンビン、ナイスキーパーですね、佐々木のいいシュートでした、
れ生でしたけど右足をカットに振って、そしてハッセの左足、セットプレーのところで選手が変わりました。ファーサイドヘッド、佐々木が決めた。4試合ぶりのゴールは、その前にホイッスルが鳴ったか。そうですね、ただ副審が旗を上げてましたね今、はい、ちょっとわからないですけど、まあ、当然得点シーンですから VAR が入ります。折り返しのボール、ゴールキーパーの前の選手、はい、斉藤選手がオフサイドっていうことかもしれないですね。でインパクトを与えたという判断が、はい、不審の方にあったとい う、 柔らかいプレーです。山口翔太郎かわしてシュートは打たせない。初瀬大迫クロス、武藤に来た、シュート、ヤンハンピンキャッチしました。ナイスキーパーですね、しっかりキャッチしました。8月船木です。はい、よくクロスで対応しますよ。ダビド・アラバが目標という話をしていましたが、ここはディフェンスでよく頑張っています。前川胸コントロールから、おっと、もっとこぼれたところ、北野狙っていった、どうだ。 J1 初ゴールは劇的なゴールだ。ここまで悔しさを味わってきた北野颯太、関西対決アディショナルタイムに劇的なゴールを決めました。まあなんかドラマですね。そうですね、いやだいぶ予想できないですね、はい、マーカー選手もよくカバーしました。本当に背後のボールですけど対応難しい中で、わちょっと本当に足元がこうなりましたけどね、でもよく決めましたね北野選手も。そうですよね、落ち着いてました、はい、流し込むのも面白いプレーを見せて、最高美月、さあ大迫が来た、ヤンハンビンキャッチ、そしてこのプレーでホイッスルです。淀港さくらスタジアム最多のお客さんを集めた熱戦は最後の最後、セレッソ大阪を北野颯太が決めました。2対1、セレッソ見事な勝ち点3を掴んでいます。